ボロガセス四世はアルサケスアッサパルティアの王。長期にわたって東西に分裂していたパルティアにおいて久々に登場した単独王となった。だが、ローマ帝国との戦いでは劣勢を強いられ国境を後退させた。パルティアの西部を支配していた王ミトラダテス四世の息子であった。すでに140年頃以降、ボロガセス三世が パルティアの大半を支配下に収めていたが、ボロガセス4世は、ボロガセス3世の死後、その権力基盤を取得することに成功した。また、トラヤヌス帝の侵攻以来、影響力を喪失していた、カラケネ王国を再びパルティアの参加に収めている。161年に、アルサケス朝のアルメニア王ディグラネス7世が死去すると、ローマは新たなアルメニア王として、ソハイムスを擁立した。 これによって再び、ローマとの関係は緊迫したものとなり、ボロガセス4世は軍を率いて、アルメニアとシリアを攻撃し、初戦でローマ軍を破って、シリアを占領するとともに、アルメニア王ソハエムスを追放して、アウレリアス・パコルスをアルメニア王とした。162年、ローマ皇帝ルキウス・ウェルスの指揮のもとで、ローマ軍は反撃に移り、163年にはアルメニアを、 占領したアウレリアス・パコルスは廃位され再びソハエムスがアルメニア王に即位した。ローマ軍はさらにバビロニア方面への侵攻を行い、165年には首都テシフォンがローマ軍によって占領された。だがその時、ローマ軍の内部で天然痘が発生し、撤退に追い込まれた。このため、ボロガセス4世は湿地を回復したが、 166年にはメディア近辺まで再びローマ軍が侵攻し、ボロガセス4世はメソポタミア西部を活上して講和することになった。ローマでは180年に皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスが死去し、公正無能な皇帝として記憶されることになるコンモドスが新たな皇帝になった。ボロガセス四世は同年中に再び先端を開き、アルメニアを占領して、 ソハエムスを追放自らアルメニア王となった。単独王となったボロガセス4世もその死に際してパルティアで頻発していた王位継承争いと無縁でいることはできなかった。190年にはメディア地方でオスロエス2世が王位を主張して独自にコインを発行し始めた。一方でバビロニアでは ボロガセス5世が191年のボロガセス4世の死と前後して王位を宣言した。結局ボロガセス5世が王位を獲得することになる。ありがとうございます。